なんだよ。ああ。はいはい。地獄の鬼。ただの鬼じゃん。はい、来たよ。貴様。んだてめえ、負け犬が。忘れたとは言わせねえぞ。俺だ。俺は以前のやつじゃねえ。新しく生まれ変わったんだ。もう大島の兄貴とは金輪際関わらねえ。これからは俺一人。あ、はい。この人はあなたの友達？お、まさか、こんな男友達じゃないわよ。まったくだ、勘違いしねえでもらおう。仲がいいのね。同級生の小川さくら子です。どうもそれじゃあ。あれ、帰っちゃった。さくら子ちゃんか、かわいいな。こら、わしんじゃ。宝箱あったろ。はい、ちょ、お腹すいたから。よし、どうしたの？真面目です。あ、うん。よっしゃ、夜になりましたので決勝戦行くぞ。この野郎、勝てばい。あー、お待ちしていましたよ。この野郎、大島さんのスポンサーの方が見えていないのでしばらくお待ちください。分かっていると思うけど、あなたには大金をかけているんだから。おうよ、負けたら許さないわよ。お、勝った時のお礼の約束忘れてないよね。覚えてるわよ。約束を守ってほしかったら、おっしゃ、ちゃんと勝つことね。頑張るで。勝ったら神谷との勝負も実現するかもしれないわね。神谷と戦うのはこの俺だ。うるせえバカ野郎。まぐれで勝ち上がってきたやつじゃねえ。お前インチキじゃねえか。うん、あ、大島さんのスポンサーの方が見えたようですよ。あ、エプロンに長靴。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。すみません、あまり慣れていないもので。こちらがあなたがかけている大島さんの対戦相手の方です。え、君が君がパチプロ？そういう話してたよね。しかも大島さんの対戦相手だったなんて。うん、言ってなかったっけ？それでは第28回天国町パチンコバトルロイヤル決し、イエーイ、待ってますか。お、地獄の鬼だかんな。
8000玉。うん、まあ怠慢なら負けねえぞ。ああ。おい、うん、ああ頼むよ、本当に頼むよ。おっしゃ、出遅れた。ほら、で次も確変引けばもう勝ちだろう。大島も2回目が当たってんな。困ります。昇格なし。ゲージも溜まってない。おっと、えらい。あー魚群えらい。おお、よっしゃ、勝ったな。クソ雑魚。さて、爆笑しよう。そんな、あ、僕の養鶏場が残念ですな。お金を支払っていただかないとなりません。うん、残念ですね。あなたの言うと売却させていただきます。残念でした。ああ負けた負けた。今日はついてなかったな。元老氏に飲みに行くぞ。来たい奴はついてこい。強いな。
うん。私にかければよかったのに。はい、お疲れ様。おっす。勝ったんだから褒めてください。そうね、褒めてあげてもいいわね。よくやったわ。でも勝ったとはいえ、今日みたいな様子じゃ、なんでだ、神谷と戦うなんてまだまだね。つかない町に乾っていう男がいるのは知ってるわよね。彼に聞けば実力アップのためのヒントを教えてくれると思うわ。おう、それじゃあ私は帰るね。大島の裏も取れたし。あの、勝った時のお礼は。そうだよ。ああそうだったわね。確かキスしてほしいんだったわね。でもここじゃあね。うち来るかい。今度私から電話するわ。はあ？待っててね。じゃあ。お。少ね。いやー、勝った勝った。おう。なんか道でぼんやりしてたら。ボスみたいになってる。なんだよお前ら。俺だよ。俺だよ。よし、帰って寝て乾のとこ行こう。